しょうがねえな。見つかりっこねえがもうちっとの辛抱だ。分かったぞ、畜生。右ケツのポケットに嫌がったのか。捕まえたぞ。小さくなる能力、さっきからずっとこの中に嫌がったのか。畜生。でもすげえちっぽけだなてめえ。おい、なんでポケットの中にいるってのがこいつにバレたんだ。撃ち殺せ、エアロスミス。戻れ。あの尾行野郎、こんちくしょう、どこだ。危なかったぜ。俺のリトルフィートは自分以外のものを縮めるときはエネルギーを食うせいで時間がかかるが、元の大きさに戻すときは今のボールペンのように一瞬で戻せる。その瞬間の反発力は俺を奴の手からここまで吹っ飛ばしてくれた。だがなぜポケットにいるのがバレた。もぞもぞ動いて奴のケツでもうっかりくすぐっちまったのか。バカな、一瞬で隠れたってのになぜ俺の居場所を。そこにいるな、逃がさねえぞ尾行野郎。追ってくる。やばい、リトルフィート。どこへ行ったあの野郎。今のはマジにヤバかったぜ。タイヤの空気圧ですっ飛ばなかったらやられていたけどよ、さすがにここなら。嘘だろ。おい、このスタンドめちゃくちゃ打ちまくるだけの能力じゃねえ。何らかの方法で俺を見つけ確実に追跡している。しかも俺の動きが見えたとか動く音を探知しているとかとはわけが違うぞ。そんなんじゃポケットに隠れてたのや空気圧ですっ飛んだのがバレてる説明がつかねえ。分かったぞ、排水口の中だな。水の中にいるのまで探知を。リトルフィート。くそ、考えろ。ここでくたばるわけにゃいかねえ。